ネタバレなしの映画紹介です。動画配信サービスや、レンタル DVD で、比較的簡単に見ることのできる映画をご紹介します。今回は、ハスラー。監督は、ロバート・ロッセン。1961年の作品です。若きハスラー、エディ・フェルソンは、無敗を誇る伝説級の大物、ミネソタ・ファッツとの勝負で完敗。再戦には大金が必要で、狡猾な賭博師バートと共に、ギリギリの勝負を繰り広げてゆく、というお話です。主演はポール・ニューマン。共演は、ジャッキー・グリーソン、ジョージ・シー・スコット、パイパー・ローリーほか、マーロン・ブランドのコピーなどと揶揄されていたニューマンが、完全に一皮むけた出世作。後にトム・クルーズとの共演で、続編、ハスラー2、も制作されました。最後までご視聴いただき、ありがとうございます。できましたら高評価、チャンネル登録をお願いします。